大人の遊びをしようじゃないか。デブレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ラブ、最安値更新2.46。下落がね、本当に止まりません。さあ、どこまで落ちていくのかということで、ね、このラブをどう仕上げていくのかっていうのもね、まあ、しっかりと作戦会議に組み込んでいきたいと思います。現物のアメリカの株式の取引は大人の足並みです。作戦会議、スタートです。 この番組は入金力を労働収入から資産収入へシフトしていく過程を見ていただいております。私はね、このチャンネルを始めた時毎月ね、5万円レバナンスを10年間買い続ければファイヤーだということでね、始めたんですけれどもね、ふつふつと疑問が湧いてきました。なんで私は汗水垂らして働いたお金を レバナス購入資金に当ててるんだというふうに思ったんですね。え、お金がお金産んでいくんじゃないのお金に働いてもらうんじゃないのということで考えてきますと、資産収入からね、レバナス5万円を毎月買うお金、捻出できれば、これが本当のね、資産収入へのシフト、ファーストステップということになりますので、デイトレから短期の取引、スイングトレードを用いまして、 ドルを稼いで、稼いだドルを円に戻し、レバナスを買うというね、このサイクルに持ち込めれば、資産収入へのシフト、ファーストステップ完成ということになります。え、セカンドステップ、サードステップってあるのと思われた方、あるんです。 気になられた方はぜひともね、この機会にチャンネル登録をして、日々更新される私の動画をね、見ていってください。そうすると、1年、2年、3年、4年経っていくと、徐々にね、シフトしていく過程が見て取れるということになっております。えそして、短期の取引、スイングトレードでね、ドルを稼ぐという力、これは現代社会における特殊スキルということになってますので、これを持たれてる方っていうのはね、今からの日本、悠々自適にね、生活していくことが可能になります。 SOX セル、so、次の私の会話っていうのは12.95。ここまで下がるのかどうかというところで。昨日ね、ライブ放送でお伝えさせていただいた通り、開始値とね、終わり値ってそんなにほど変わらないんじゃないかと。マーケットの開始値ではなくてね、プレマーケットの開始値と終わり値で比べますと、若干上昇しているとまあいうことになりますのでね、週末、月末、マーケットということだったんで、こんなもんだろうなと思っております。 東の方うの、ね、チャートで見ますと、ようやくとね、底値を切り上げていって、まあ、上値の方を更新していってるんじゃないかということで、これがまあ来週いっぱい、そして11月に、ね、かけて切り上がっていっていただきますと、そろそろ下落トレンド終了になってくるのかなと。さあ、今週の値、ね、動きということで、底値を見ますと、10月の23日月曜日、15.83。 火曜日16.42、水曜日14.71、ここまでね、えー、下がってきまして、木曜日14.48、ここが今のところの底と。えー、そしてその後、10月の27日、金曜日14.93と切り上がってきたということになりますので、ここが底打ちだったのかというところはね、来週しっかりと確認していきたいと。そうしまして、今ね、終わり値で見ますと 15.、15.1ということになってるんですよね。 え最近の52週の高値が28.75ですから、ここから。 50%下落で14.37ということになっています。ということなんで、まあ、終値では15.1なんですけれども、場中は14.93まで掘ってますんでね、まあ40、40%後半にはいてるということになっております。2年、ね、去年は90%下落が来ました。その次の年にね、50%下落とか60%下落をね、観察するのかどうかというところ、まあ、ここをね、しっかりと見ていきたいところと。そうしまして、私のね、 最近の差し値、ね、エントリーポイント15.09ここはねもう下回っておりますので購入の方はしております次の12.95まで下がるのかというところをね見ていきたいんですけれども金曜日終わりにが15.15%下落で14.3410%下落で13.59速度は最大16%までは下落すると考えてますので16%下落すれば12.68まだね3段目の12.95までは1日で届くところにいております まで差し値の方はしっかりとと入れておくとそうしまして、今保有しています SOXL、こちらはマイナス0.42ということになってますんで、まあ、これ20%上昇したところ、18.2でね、売却予定です。はい、次行きましょう、テスラ1.5倍ブルト。まあ、こちらの方もね、同じような状態になっているのかなと、まあ、週末、月末マーケットだったということじゃないんでしょうかね。 こちらもね、えー、冷やしの方のチャートで見ますと、まあ、若干ですけれど、下値を切り上げていってるんじゃないかと。ただ、上値がね、まだまだ重いなというところなんで、下値を切り上げて、上値をしっかりと更新していってくれる。まあ、来週そういうね、動きになってくれるかどうかを観察していくところと。えー、テスラの方もね、第1弾目の11.99は刺さっておりますので、次は10.27で待ち受けしている状態と。さあ、終わり値が11.5でしたから、えー、マイナス5%。 8%, で8下落で10.58、14%下落で9.89ということになりますので、こちらもね、1日でがんと下放っていけば、この10.27に届くということになりますので、月曜日、しっかりとね、こちらの方の差し値を入れていくと。えー、テスラ1.5倍ブルー、221株保有はマイナス37.27。37. 東日三口座47株はマイナス35.55。マ 35.、えーまあ、ネクス証券は、えー、リバランスを成功しているんですけれど、マイナス23.66と。まあ、他の口、ねえー、座と比べると、まあ、10%ぐらい、ね、下がってるんですけれども、まだまだこれでは物足らないと。えー、ワンチャンスね、えー、もう少し上昇していただきますと、えー、こちらの方は、ね、リバランスがかけれるということになってくると。順番的に言いますと、ソグルと DPST、利益が乗れば売却。 その売却した利益をテスラの方に入れていって、そして平均取得を下げ、そしてその後のリバランスにつなげていこうという戦略を用いております。ラブ最安値更新2.46ということでね、もうこちらのは全然ね、ソグルとテスラ1.5倍ぶるとチャート形状が違います。まさかさまに落ちてラブということになっておりますので、まあここはね、 はい。もう、どこまで落ちるのか見るしかないと。バンドウォークマッチグラーというね、ことになっておりますので、まあ、昨日ライブ放送でもいただいたんですけれど、夢の1ドル台があるのかどうかというところねまあ、このあたりがすごく微妙になってくると。まあ、今ね、ラブ欲しいなと思われている方は、この最安値2.46より下でね、待ち受けして下がるのを待つというのがね、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。私の保有しております、ラブ、えー、とうとうね、えー、57.56。 そして56.44と大幅にね、マイナス域を拡大させていってると。 このラブどうするんだという話になってくるんですけれど、はい、このまま放置プレイです。まずね、先ほども言いましたけれど、ソグル DPS で利益を送って、利益がくれれば、あテスラ1.5倍ブルに注入。テスラ1.5倍ブルをリバランスしっかりかけて、利益が出れば、その次にラブを仕留めていくという、ね、順番になってます。まあ、今の状態だったらね、ラフいつになったら上がるんだろうというふうに思ってますんで、これいいタイムラグがついているんですよということになってきますしね、えー。同じように下がって、 同じように上昇されれば、もうね、一つの株しか利益ね、乗せていくことできませんけれどもね、このような形でしっかりとね、タイムラグがつけれる、ソグル DPS、テスラ1.5倍ブル、ラグとね、すべてタイムラグがつけれるんで、このタイムラグの間にかっこ撃破に行きます。ラグは一番最後に仕留めたいと思います。TMF こちらのはまは、債、ま、券、あ、ということでね、まだまだ利上げの方もも、ね、残っている、そして FF レートの方も高いところで止まっていくということになりますので、まあ、そんなに急激には上がらないですよねと、ただこれはもう初めからの予定の通りということになってますんで、まあ、あとはね、はい、分配金もらいながら、しっかりとキャピタル狙っていきたいと。 特定口座で持っております TMF-44.07、マネックス証券 -41.33、一般2サマイ100株 -47.57、一般2サ二百252株は -45.07 と。 まあ、ここはね、本当、ね、強がりを言ってるんではなくて、12月の分配金を再度もらって、まあ、来年にね、えー、つなげていくということで、現在532株持ってますけれど、なんとかね、ラブを仕上げてね、今年中に千0 0 0株にしたいなと思ってるんですけれど、ラブがね、 どうしても今年中に上がらないようであれば、まあ TMF ね、1000株にするというのは来年になってしまうのかなと。今年中だったらね、一般にサーク使えるんですけれど、今年中にね、間に合いそうになければ、まあ、来年特定講座で持っていてもいいかなと思ってます。DBST ですね。こちらの方も1回目のね、基準、40.41までは下回っておりますので購入はしております。次はね、34.63。 ここまで、え底掘る展開になるのかということで、チャート見ますとね、まだね、微妙なんですよね。下髭がついているということになってますんで、やっぱり40ドル前後ぐらいで、 え、サポートが入ってくるのかなということで、まあ、一瞬ね、前回下抜けガーンとして30ドル台になったんですけれども、え、再度ここね、30ドル台に突入するのかどうか、微妙なので、一応34.63でね、来週1週間、え、仕入れの方をね、え、差し、ね、入れていっておきたいかなと思います。ADPST5 株保有はプラス7.86ということになってますので、え、こちらもね、え、20%上昇したところ、46.96、ここで売却予定です。 FAS43.6 が待ち受けなんですけれど、いい感じで落ちてきましたよねということで、今、終わり値が49.23ということになってますんでね、まあ、約ね、あと6ドルぐらい落ちていただければということになりますので、ここも少ないですけれどね、5株だけ43.6でね、待ち受けしていきたいかなと思います。 9は、こちら66.12ということになってるんですけれど、こちらも大幅下落してきたんですよね。なんと最安には75.39ということになってますんで、66.12までね、あと約10ドルということになります。ただね、今、資金ないですし、9はそんなにほど欲しくないんで、今ね、9、え、は、ー、しか安くなってないんだったら9は買いますけれど、FAS とね、同時進行で安くなってきてますんで、私は FAS の方を仕留めに行きたいと思います。 アップル1.5倍、こちら18.07というところがエントリーポイントということになるんですけれど、まだね、22.84までしか下がっていないと。ですけれど、最近の中の安値は更新しておりますので、アップル欲しい人はこのあたりから拾っていってもいいのかなという、ね、気はしますけれども、私は自分のマイルールに従って18.07、ここでね、待ち受けしていきたいと思います。 売却の方はありませんので、実現損益に変わりはありません。10月はどうやらね、これ以上売却できそういないですね。実現損益プラス17ドル15セント。3月から10月の累計は4484ドル33セント。まあ今ね、8910とね、かなりね、低い実現損益ということになってますけれども、ここしっかりとね、えー 力を貯めて、そして一気の11月、12月でね、爆発、まあ、一気に1000ドルとかね、3000ドルとかっていうのをね、まあ、稼いでいきたいかなと。ラブを予定通り売却できれば、おそらくね、3000ドルから6000ドルの間、一気に稼げると思いますので、まあ、そこまでね、我慢我慢の相場が続いていきます。 さあ、えー、今ね、えー、ラブの方はもうほったらかしと、えー、DPST は利格待ち、SOXL も利格待ち、FAS は下がれば購入、キュアは下がってきてるんですけれども、FAS とキュアどちらを天秤にかけるんだということで、私は FAS を狙っていくということになってます。絶対に負けない取引、株価が下がれば含み益下がるのは当たり前、株式は下落と上昇を繰り返す、損切りの必要なし、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染ということになってますけれど、株式っていうのは 下落と上昇しか繰り返していきませんので、まあ、レンジに入るといったところでね、まあ、そのレンジの中でも、やはり株価の上昇、下落というのはあるわけですかが、まあ、基本的には株価の上昇と下落しかないということになります。えー、この下落していたときにしっかりと購入、そして少し上昇で植えぶつけていきながら、レンジ期間でしっかりと、ね、エリザイを稼いでいきながら、その間にテスラ1.5倍ブル、ラブなどがリバランスかけれる状態になれば、リバランスをしっかりかけていく。そして上昇して 行った時にしっかりとね利益を乗せていけるようにするというのがねまあ私たち個人投資家の腕の見せ所だと思ってますので私の腕の見せ所がねここ今ね到来してるということにねなりますのでまあ、しっかりとねはい利益バランスかけていって株価がね上目線に戻った時にまあ、しっかりとね利益出せていけるように今の間から仕込んでいきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら。